ございます。カモンマテリアル、マテリアルの亀物です。マテリアルのあゆみです。亀の日浦です。よろしくお願いします。この番組は様々な才能のマテリアルを集めて新しいことにチャレンジしていくムービーズカフェマテリアル谷町の可能性を追求するために配信している番組でございます。はい、ということで、はい、2月11日でございます。はい、祝日です。なんですけど土曜日です。土曜日ですね。はい、うん、だからなんかね、去年からこの土曜日にいろんなこの行事がこう入ってくるっていうか、クリスマスから始まり、大晦日になりとか、なんかすごいね、15日でね、成人の日というかね、入ってきたりとか、いろいろ行事がね、この土曜日に入ってくることが多くてですね。そしてこの11日はですね、何の日かというと、もうさっき一個言っときますけども、はい、建国記念の日ですね。はい、これね、みんな間違ってるんですけど、間違うことが多いんですけど、建国記念日じゃないんですよ。の日、そうなんです、建国記念の日なんです。これ国会で大論争の末そうなったんですけど、そう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 、建国記念日ではいけないみたいなのが、はいはい、戦後にありまして、はい、建国記念の日ということになって、はい、この2月11日が建国記念日、まあ何の日かといえばね、はい、まあ、多分この後出てくる人が多分ね、詳しく説明してくれると思うんですけど、多分説明してくれると思うんですけど、要するに初代神武天皇がね、橿原の方で、即位をしたと、いう日が一応、まあ、この2月11日と言われているので、2月11日が建国記念の日ということになってるんですけども、要は国としてね、どういう国になるんだぞっていうことを、国民に、まあ、御事乗りしたという、そういう日なんですよね。はい、まあ、それをまあお祝いする意味で、2月11日が祝日ということになってるんですけど、はい、まあ、この日いろんなことがありますんで、はい、まあ、今日のこのプレゼンっていうのはちょっと外して、ちょっとね、特集的にちょっとね、やりたいことがありますんで、そちらの方で、やっていきたいなと思うんですが、その前に、はい、一応どの日かって別のあれがあるんだよね。建国記念の日以外に、この日があった日です。はい、はい、えと供養の日です。2月11日、うん、愛知県の、瀬戸市に本社を置く、はい、瀬戸物や、ひな人形、五月人形などを製造している会社が制定いたしました。1年に1回大切に飾られた、厄を払ってくれた干支の置物ですね、土で作られた干支の置物に感謝して、またその元に戻すために、返しましょう、土で返しましょうという日になっております。日付は立春を過ぎた直後の11日ということで、はい、漢字で11と書くと土っていう字になることから、ね、11日が供養の日とされております。いや、なんかもうほら、変な語呂合わせよりものすごい説得力あるよね。ですよね。しっかりしてる。ね、11で書いた土、なるほど、なんか、うなずける内容でしたね。はいはい、そしてもう一つ、はい、万歳三唱の日です。これ何なんこれ。万歳。そうです、それです。万歳。はい、万歳って三章と三回言うからね。はい、うんうん、大日本帝国の降伏の日であった1889年の2月11日に、はい、東京の青山連兵所で臨時官兵式に向かう明治天皇の馬車に向かって初めて万歳三唱が行われた日とされております。はい、それまで日本にもね、はい、天皇を歓呼する言葉がなくて、はいはい、ただ再敬礼するのみであったのが、はい、学生がね呼びかけて歓呼の声を上げようというので、はい、教師の方たちが立ち上がって、歓呼歓呼って言ってるから、うん、聞いてるだけの人は何のことか、歓呼って喜ぶ呼ぶというふうに書いて歓呼なんですけどね、うんうん、要するにその、なんておめでとうとかって言ってるような感じのやつを、なんかその天皇陛下に対して、不敬にならないように、何かいい言葉はないのかっていうところが万歳やと、うん、なるほど、
でちょっと面白いのが、はい、当時、はい、万歳が高らかに上がると、はい、馬車の馬が驚いてしまって立ち止まってしまってなるほどなるほどあのって何事やんね、すっごい人おるからね、はい、ものすごい人でおるところで万歳ってなってびっくりしたと馬がびっくりして、ね、でそのために2世目の万歳は小声になって面白い面白い、そんなことがあったよ、ね、その当時、うん、3度目の万歳ですね、はいはい、万歳万歳万歳の 3度目は言えずに終わってしまった、はい、3勝なってへんねん、2勝になってないっていうのがちょっと載ってますね、なるほどなるほど、3勝するつもりやったから2回しか言われへんかったね、その後も万歳万万歳は定着しなかったそうです、3回目が、あー、はい、そうなんや、万歳万歳万万歳、だから、はい、あれよね、その馬車の時はね、はい、うん、でもほら何やったっけ、その一般参賀の時とかあるやん、あ、はい、ね、皇居、皇居にみんな行ってっていう時はみんな万歳参照しますよね、はい、お、陛下出てこられたらね、馬がいたらちょっとまあ今馬車ってね結婚式の時ぐらいしか出ない、でも結婚式の時も今車になってるもんね、うん、オープンカーになったよね、お、うん、だからまあもう大丈夫なんかな馬車でない限りは大丈夫っていうことかな、うん、もう何だったらもうあれよね、次のその、まあ皇太子になるだろう、はい、悠仁さまとかでその、うん、ねの時には多分ひょっとしたら運転手いないよね、あ、自動でずっと走ってるみたいな、ひょっとしたらそういう時代が来るかもしれないですね、はいはい、はい、以上この日何の日でした、はい、ありがとうございました、はい、はい、ということで、はい、まあ、プレゼンのコーナーの時間なんですけども、はい、まあ、今日はもうプレゼンとかではなくて、はい、このね2月11日建国記念の日っていうのがどういう日なのかということも含めてですね、はい、僕がずっと一緒にやらせていただいているそのワープロジェクト大使っていうね、うん、団体があるんですけど、そのワープロジェクト大使の方で2月11日その建国記念の奉祝記号というのね、うん、初代神武天皇が御事乗りされた中にもあるんですけど、うん、やっぱねみんな仲良くしようよっていうのが、うん、最初にあるんですよ、もう一つの家族のようにみんな仲良くしましょうっていう、その御事乗りをまあ言ったら和の精神と言えるわけですよね、うん、だから和の精神の元はそこにあると思うんですけど、その、和の精神をみんなに伝えて、もうウクライナも含めてロシアも含めて、世界平和になろうよって言ってるのがワープロジェクト大使っていう、まあ、団体の活動だったりとかするので、まあ、その団体が毎年ですね、全国の神宮、ね、天皇の、であったりとかする人をお祭りしている、橿原神宮だったら神武天皇だとか近江神宮だったら天智天皇とか、はい、っていうふうにその、神宮で奉祝記号、うん、書家さんがね記号するというのを毎年ね奉納してらっしゃるので、うん、はい、まあその辺のお話も含めてですね、またまた、何回目かななんですけど、宮本代表にですね、はい、お越しいただいてお話を、お聞きしたいと思います、はい、それでは宮本代表よろしくお願いします、お願いします、よろしくお願いします、はい、もう本当に何度目かのご登場なんですが、はい、よろしくお願いします、はい、今年もこの日がやってまいりました、はい、はい、予定ではね今日僕も橿原神宮で、はい、撮影行っておりますんで、うん、はい、橿原神宮で奉祝記号をやってる形なんですけども、はい、宮本代表は今年はどこにいらっしゃることになってんでしたっけ、はい、今回はですね初めてなんですけれども、はい、宮崎神宮、おー、うん、宮崎神宮、はい、はい、みんなね宮崎っていうとね、うん、マンゴーとかマンゴーそういう感じだと思うんですけど、いやみんな忘れちゃいけないのは神武天皇とかその天孫建立したとかっていう場所が基本的には宮崎にある、宮崎県にあるんです、うん、だから宮崎県は日本のその始まった場所と言えるかもしれないぐらいの場所なんですね、すごい大事なとこですね、そう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 、はい、ということですよね、はい、そうです、はい、はい、で今年初めて宮崎神宮に、宮崎神宮って毎年やってましたっけ、実はね、はい、この建国記念の奉祝記号、はい、第6回目になるんですけども、はい、
今年は、まあ、昨年に続き、はい、11の神宮で開催するんですね、はい、でも最初からどれだけ多くの数があったんではなくて第1回目の時っていうのは、はい、2018年だったかな、はい、でその時は、宮崎神宮と、はい、そして柏原神宮と、はい、この2つの神宮だけでスタートした。なるほどなるほど、はいはいはい。でどうして柏原神宮宮崎神宮の2つからスタートしたかといえば、はい、まあ建記念の日というのが初代神武天皇が即位した日にちなんでるわけですけれども、はい、柏原宮崎2つの神宮はそれぞれ神武天皇を祀ってるんですね。そうですね、はい。ただ私自身は柏原神宮に立ち会ったことあるんですけれども、はい、残念ながら宮崎神宮はずっとなくてやっとやっとやっとここ今年初めて立ち会うことになったんですね、はい、で宮崎以外では宮崎以外ではこれまでに柏原神宮、はい、大分県の宇佐神宮、はい、近江神宮、はい、それから明治神宮には立ち会ってるんですね、はい、ちなみにね初回は柏原と宮崎の2つの神宮だったんですけれども、はい、翌年バッと増えたんですね、はい、でなぜ増えたかというと、はい、ちょうど平成最後の建国記念の日、うん、はい、平成最後の建国記念の日、今の上皇陛下、はい、最後ね、はい、そこで、ね、平成最後、そして、現在の上皇陛下に感謝の気持ちを込めて、うん、全国でそれを、まあ、奉仕祈祷したいって言って、最初は宮崎と柏原だけだったんだけれども、はい、頑張ってあちこちに交渉してですね、はい、11人になったんですね、はい、でその次の年が今度は令和最初の建国記念ですから、ね、そうですね、はいはい、現在の金城陛下の最初の建国記念の日があるので、はい、でまたね全国でお祝いしようって、はいはい、これだけの数をやって、はい、でその流れで今に至ってるんですね、はい、それが大まかな流れです。今年は、まあ、柏原、宮崎以外でいうとどちらの神宮でやる感じなんでしょう。北から参りますと、はい、北海道神宮、はい、北海道神宮から明治神宮、はい、熱田神宮、はい、で伊勢の神宮、はい、一般的には伊勢神宮と言われてますけども、はい、正式には伊勢の神宮、そうですね、本当はね、あれ伊勢神宮っていう名前じゃなくて神宮なんですよ、うん、そうそうそう、伊勢の地にある神宮だから伊勢の神宮で伊勢神宮なんだけど、あの正式にはね神宮なんです、ただ、はいはい、はい、で、伊勢の神宮、その次は柏原神宮、はい、ちなみにこの日は日本全国の神社、はい、神宮に限らず日本全国神社が、はい、柏原神宮に向かって遥拝するんですね。そうですね、はい、そのぐらいに柏原神宮っていうのはある意味でも主役級の主役なんですね。そうですね。ちなみに遥拝っていう言葉が多分今の人は分かんないんですよね。そうなんです。遥拝っていうのはその向こうにあるという、はい、その方向に向かって拝礼するっていうのを遥拝っていうんですけどね、はい、遠くに遥かに拝すると書いて遥拝なんですけど、はい、という、はい、で、次が、はい、淡路島のイザナギ神宮、神宮、はいはい、それから、先ほど申し上げた大分県の宇佐神宮、宇佐神宮、はい、そして、今度参ります宮崎神宮、はい、そして、鹿児島県の霧島神宮、霧島神宮、はい、はい、それだけの神宮で今回も参りやります、ね、霧島はね雨の坂鉾が、はい、あるところですよね、はい、あそこも坂本龍馬の一応、そうなんです、そうなんです、霧島温泉で傷ついた体を癒したというね、温泉浸かりながらお龍さんと二人で、いろいろとデートしてたらしいですよ、はい、だからあれなんですよ、霧島温泉は、日本最初のハネムーンの場所って言われてるんですよ。そうそう、日本で最初にハネムーンをしたのが坂本龍馬夫妻って言われていて、うん、その場所が霧島温泉なんで、うん、霧島温泉はハネムーン発祥の地と言われている、うん、はい、まあまあそれは置いといてなんですけど、はい、ということなんですよね、はい、まあ、それだけの場所でね、はい、今年も、まあ、今日開催されるということですね、うん、はい、まあ、関西の方はね近いので、うん、できればそのね、柏原神宮、まあ、これ見終わった後に
来ていただいたら間に合うか。もう間に合えない。近くの人、奈良の人。近くの人は来ていただければなと思うんですけども、まあ来れない人は来れない人で橿原神宮に向かって遥拝していただいて ね、はい、日本っていうね、僕らが住んでる国がまあ要はそこから始まったという、まあ、そういうお話なんで、別にあのなんかその国としてそのナショナリズムがどのものとかそんなややこしい話じゃなくて、単純に自分たちの住んでる国が、あの始まったのはそこで、でこの日なんだよっていうだけのことですからね、まあ、それをみんなで一緒に喜びましょうということではあるんですけど、はい、でその代表挨拶の言葉って全国で同じやつ言うじゃないですか、言うじゃないですか、かいつまんでこんな内容っていうのを今言っていただいても大丈夫でしょうか。いやもうちょっとテレパシーですね。いや僕もね、それをちょっとねかいつまんで言おうと。あ、いえ、よかったよかったよかった。僕何の打ち合わせもしてないの。全くしてないですね。今日本当にそんなにあの細かい打ち合わせ一切してないんですよ。すごい、はい、はい、あの毎回ね、あの各催しをあの行う際に、各地で代表挨拶を読み上げていただくんですね。そうですね、はい、私、その原稿を毎回考えてるわけです、はい、思いを込めて今回この祭事を行うんだと。で、まあ、今度の2月11日にあたっても一昨年とはまた違うね、あの思いを込めて行うと、言った時に書きながらやっぱりね思ったり気がついたことってあったんですね、はいはいはい、全部読み上げるとまたここからね、はい、3分とかかかっちゃうんで、はい、あの最後の部分をね、はい、ちょっと皆さんね、はい、ちょっとご紹介したいんですね、はい、私たちを取り巻く環境は平成の世から大きく変わりました、ね、令和に変わって、もう令和今年5年なわけですけれども、はい、平成に入ってから、令和に入ってからいきなりパンデミックが起こったりとかね、新型コロナウイルスによるパンデミック以来、ロシア軍によるウクライナ侵攻、それに伴う経済とエネルギーの危機、そして気候変動による天変地異、昨年は元総理の暗殺事件もありました、そして近隣諸国との関係も非常に不安定です、まるで世の中の全てが軸を失いカオスの時代に突入したようです。そんな混沌とした世情において私たちに必要なことは軸をしっかりと持って生きることではないでしょうか。で、あの結局じゃあ軸って何って言った時に、私たちはこの日本に生まれてきました、日本という国はどういう国なんだ、日本人ってのはどういうもともと民族なんだということに立ち返った時に、天照大神、太陽の神です、そして私たち全ての日本人にとっての総氏神と言われています、つまり、太陽というのは全てのものにあまねく恵みを与える愛の象徴なんだけれども、日本人として愛と徳という軸をしっかりと持ち、互いに思いやりの気持ちを持ってこの混乱の時代を生きることが大切なのではないでしょうか、というような言葉で締めているんです、ね、なるほど、うん、素晴らしい。どん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 見慣れてね、何が正しくて何が間違ってるの、これからどう生きたらいいのかと、もう本当に混沌としてるので、僕たちに大事なことは軸をしっかりと持つ。じゃあこの軸って何って言った時に、先のほどの言葉、私たちは日本人として愛と徳を持ってそれに従って生きるっていうことをしなければいけないんじゃないかと、そういうための健康記念の日というテーマでございます。なるほど、もう素晴らしいですね本当に。いや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 、本当にね、でもね、僕らもほらあの映像とかね、そのあるいは舞台とかやってて、何伝えたいかっていうところで言うと、まあいろんなテーマはもちろんあるんですけど、その決してその破壊的なものを伝えたいわけじゃないじゃないですか。まあ例えば僕アクション映画とか大好きで、あのね、そういうのを見るし作るしみたいなことをやるけれども、決してその破壊をしたいということではないんですよね。そうじゃなくて、最終的にそれによってつかみ取るものって何っていうところをしっかり伝えていきたいなと思うっていう話なんですけど、それってやっぱ軸なんですよね、うん、そこに軸がないとただの暴力でしかないっていうね、はい、うん、でも軸さえあれば暴力は暴力じゃなくなるというか、まあ暴力は暴力なんですけどね、でも、その軸さえ失わなければ伝えたいメッセージはちゃんと伝わるっていう信念ないと僕らやってらんないんですよね、うん、でまさにあの今おっしゃっていただいたあの、代表挨拶の最後の部分って、うん、
あのいろんなところに響く内容だなって思うんですよね、うん、まあ、これがねあの、まあ、生で聞けるのはあの宮崎なんですけど、うん、ですね、はい、生では。え、宮本さん、宮崎はどうやって行くんですか、飛行機？あの、うん、飛行機で行きます。さすがに車では行かないですよね。でもね、あの今回の宮崎はね、はい、あの僕の50分か3分なんですよ。あ、うんうんうん、大体僕各地行くじゃない、はい、で原稿は用意したんでしょ、はいはい、せっかく行ったからただ棒読みするとは思ってたので、それぞれの場所で一言言ってから原稿読むんだけど、はい、そうですよね、ちょっと3分以内って言ったら本当に読んで終わっちゃうだけかなみたいな。あ、そうなんですね。そうですよね、あのね、毎年そうです、あの僕もあの近江神宮と平安神宮でもやりましたもんね、あの1日で2回やったとかあったりとかして、そう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 、でその時もね、あのせっかくあの私本人がおりますんでって言って、あの代表挨拶読み上げる前に一言申し上げますって言って、近江神宮でのお話と平安神宮でのお話とまた別々のお話でね、うん、はい、一言がまたないので伝えたいことがいっぱいある。まあ大体の代表挨拶同じぐらいの分量喋ってますんでね。まあきっとあの宮崎もあの3分と言わず、もうちょっと時間はくれるんじゃないかなと思うんですけど、どうかわかんないですけど。はい、いやでもあの宮崎ね、あのどうなんやろな、2月11日ってどんな感じなんやろ、晴れてるのか雨降ってるのか、ね、雪降ってるのかとかも全然わかんないですけどね、はい、まああの、ね、宮崎はね、うん、毎年高校生なんですよ。あー、なるほど、うん、書くのがね、記号するのが、あの宮崎神宮の書き初め大会みたいなものがはい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 、優勝した子がね、うーん、いや、いいっすよね、いいっすよね、うん、だからあの本当にね、僕若い世代にこそこういうその、イベントというかですね、うん、その祭事にどんどん関わってきてほしいなと思うし、うん、そういうところで軸を持った子がね、あのすごいこう活躍していってくれるのが嬉しいなと思うんですよね、うん、で実はね、あのワンプロジェクト対してね、高校書道部とすごいこうつながってらっしゃって、あの高校ある意味その、このワンプロジェクト対してやるその奉納記号っていう、まあなかなかないじゃない、そういう場所って、で特にコロナ禍であのいろんな大会がなくなっていったりとかした中で、あのワープロジェクト大使のその祭事っていうのがね、うん、彼らにとってもものすごく貴重な体験になったりとかしてたんですよね、はい、うん、だからまあそういうところとのパイプも今すごくあるので、うん、若い世代そういう方がねどん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 こうジョインしてきてくれて、うん、あのどんどんその精神を受け取ってね、あのどんどんいろんなところで活躍してほしいなと思いますよね、うん、はい、そういう場所にも実はワープロジェクトってあのなりつつあるという感じなんですよね、はい、ありがとうございます、毎年だから僕もあの9月21日のね靖国神社で、うん、あの奉納記号される時に撮影で僕参加させてもらってるんですけど、その時も、二松学舎のねあの高校生の、あの奉納記号もあったりとかするんで、あのなかなかねその自分らが書いてるのを、はい、映像に撮ってもらって、ね、動画に上がるってないやん、うん、ないですね、あの割とそれモチベーションになってるらしくて、あの割と高校生喜んでるらしいんですよ、うん、でも貴重な場所でもできるし、そうなんですよ、だって、ね、だって、うん、まず、うん、靖国神社で、うん、ね、前庭でその、うん、記号するなんて普通の書家でもできないことなんで、はい、それ高校生の時に体験できるっていうね、ことなので、しかも去年ね、二松学舎大付属高校ね、はい、野球の方でも甲子園に出て、ああそうだそうだ、甲子園に出場すると NHK で試合の前に必ずね、はい、各高校が勝手な CM 流すじゃない、はい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 、その時にね、うん、あの二松学舎の書道部の子たちがね、うん、靖国で来た時のことが紹介されて、おーすげえ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 、ちょっとそろそろ NHK ワープロジェクト大使取材しに来ないといけないですね。そういうタイミングかもしれない、うん、はい、はい、いやでもね、割とあのこの番組で言ったことって実現すること多いからね。そのうち NHK 来るんじゃないかなと思ってお待ちしてます。はい、
ということでそろそろ時間になりましたので、はい、今日、2月11日建国記念の日っていうのがね、はい、どういう日なんだっていうお話は、まあ、この辺でね一旦閉じさせていただきたいと思います。はい、じゃあ宮本代表、まあ、今からねあの宮崎に飛ばれるということなので瞬間移動していただいて頑張っていただきたいと思います。はい、どうも今日はありがとうございました。ありがとうございました。じゃああゆみ、はーい、はい、ということで、お店の情報です。はい、ただいま絶賛上映中です。はい、はい、あの秋彦監督の、3作品ですね。はい、ピント、SSS とにぎやか、こちらセットになって2セットで、上映しております。はい、12日日曜日まで上映しておりますので、ぜひぜひ皆さんお越しください。料金、明日までですね。はい、料金1500円です。はい、ぜひお越しください。お待ちしております。はい、ですね。そして次に行きます、はい、2月のカバの日が13日と27日ですね、はい、はい、月曜日にやっております、はい、第2第4月曜日定期上映やっております川本隆弘監督のカバ、料金が1500円で、お時間が19時から開始となっておりますのでぜひ皆さんお越しくださいませ。はい、そして、15日が音楽ライブ下本地隆の、谷町ゴールデンアワー、これ楽しみですね、はい、めちゃくちゃ楽しみですよ ね、もうすぐなんですけど、はい、僕でもね、うん、ここで言わせてもらっていい、あのこの後、うん、その建国記念の奉祝記号があり、うん、長崎に行って上映会をやり、うん、でちょっと長崎で取材活動をしてで15日の朝に帰ってきて、でこれに参加するっていうね、谷町ゴールデンアワー、はいはい、それぐらい楽しみに待ってます、はい、多分ね、下本地監督、下本地隆さんも、うん、はい、そんなようなスケジュール、そうです、ああそうなんや、そうなんや、そうなんや、この、15日の前の日が、うん、新宿です、新宿で新宿ゴールデンアワー、あーマジか、で次の日が岡山ゴールデン、はい、岡山なんや、あーそうなんや、次岡山なんや、はい、谷町ゴールデンアワーやった後に岡山ゴールデンアワー、なるほどなるほど、はい、大変やな、すごいスケジュールで、はいはい、いやでも捕まえて俺絶対飲みに行くから頑張っちゃいますよ終わってからここで飲みましょう、あ、そうや、そうや、そうや、はい、はい、料金が2500円でワンドリンク付きとなっておりますのでぜひ皆さんご予約ください、お待ちしております、そして2月、22日水曜日から26日が、亀井徹監督のうつせみの森です、ノリピー、ノリピー、マンモスルピー幻の主演作、はい、ね、幻の主演作です、はい、の上映です、料金が1500円で、お時間の方はまたサイトの方ご確認ください、お願いいたします、はいはいはい、以上です、はい、はいはいはい、ではいきますよ、はい、今日のグッチャイ、はい、今日のグッチャイはこちら、はい、はい、イエスイエスイエスとにぎやかですね、はい、今上映、絶賛上映中のイエスイエスと、はい、とにぎやかです、はい、これ短編なんですよね、短編です、はい、短編、はい、イエスは75分の作品です、そんなのあんねや、そうなんですよ、ちょっと短い、長編ではない、なるほどなるほどなるほど、はいはいはい、にぎやかが26分、なるほどなるほどなるほど、はい、SSS は人は何のために生まれてくるのだろう、うん、いずれこの世のよこのこの世このいずれこの世の中からその存在が消えてしまうならこの世にこの生にある苦しみや悲しみをどんな どんな意味があるんだろうか、はい、結構重めな感じ、うん、だけども、でもタイトルはイエスイエスイエスなんですね、はいはいはいなんですけど、うんうん、はい、もうあの参照してるわけですね、イエスを、イエス参照、はい、まあね、青春期的の中にある盛んな、はい、青年ですね、はい、主人公は、はい、母親の余命宣告を受けて、はい、その事実を受け止められずにもがいている様をね、あって、もう前編白黒、なるほど、これは白黒です、はい、はい、監督割とモノクロ使うの好きやね、うん、そうです ね、うん、ちょっとおしゃれな、本当にでも、はい、モノクロっていうなんか表現方法が、うん、なんかそういう心情に当てはまるのかな、この作品見たら分かりますよ、なるほど、うん、生と死とかね、そういうことに関してどう表現されているのかって本当に大きな、はい、うん、どうしてもね、絶対誰もが通る道という、いやそうですよね、そこを受け入れるときに
その人はどういうふうな、うんこうね、行動を起こすかっていうところですよね。だからあの、うん、突然ねその命が失われるとかではなくて、うん、そうなんです。その宣告をされるっていうところがポイントで、うん、宣告された後って本当にいろんなこと考えますもんね、絶対ね。そうなんだから、そのねお母さん側の心情もあるが、うん、息子側の心情もあるっていう ね、なかなか難しいところ。だってその嫁例えばなんか3ヶ月とかで言われたとしても、うん、本当に3ヶ月かどうかも分かんない。そうですよね。そうですね。で言ったら突然その日が訪れるかもしれないんで、うん、いや本当にその周りの人間もそうだし本人もそうだけど、うん、明日目覚めるかどうか分かんないっていうその中でどう生活していくか生きていくかってすごい考えますよね、うん。これね、はい、あの監督は宮崎出身なんですよ。お、宮崎。宮崎弁でやってあります。おお、宮崎弁。どげんせんといかん。宮崎弁。そんなコテコテな。いやいや、あの元宮崎県知事のね、あの、はい、あのあれでしたよね、うん、決め台詞でしたよね。はい、なるほど。はい、そう。はい。はい、2021年に制作された映画なので、うん、はい、一番新しいものになります。アジア映画祭で、はい、なるほどなるほど、はい、なるほど、はい、注目されている感じ、はい、はい、にぎやか、にぎやか、はい、にぎやかは、まあ、26分の作品なんですが、はい、まあ、恋人の借金の肩代わりをすることになった主人公、元お笑い芸人で、借金の返済の一部であるものを、ある男の人が、バッグをね強盗されてっていう、こうはちゃめちゃっていうか、うん、こうね、なんか声もね結構なんだろう、心情っていうのが、うん、もろに見える、ああしとけばよかったとか、ちょっとしたことに足を踏み入れ込んでしまったがために、うんうん、どうなっていくかっていう、うんうんうん、なんかあの悪の法則っていう、あ、はいはいはい、うん、なんかそれに似てるなと思って、なるほどなるほど、うん、おー、これまた楽しみな作品、ね、そうですね、はい、短いですけど、うん、まあ、サクッとこうあーっていう感じの、うん、表現されてるので面白いので、はい、これも木村智樹さん出てますねちょいちょいっていうかね、結構やっぱあの自主制作シーンでは欠かせない役者さんですよね、はい、はい、作品です。はい、はい、ということですね。はい、じゃあまああの明日まで、明日まで見れますから、はい、はい、まだ見てない人はぜひ明日までに来ていただければっていうことですね。はい、はい、してください。はい、ということで今日のグッドバイでした。はい、ということでエンディングでございます。はい、お疲れ様でした。はい、ということでね、はい、あのまあ建国記念の日ということで、はい、まあ、いろんなね情報をお伝えしてきたんですけれども、宮本さん どうでした、今日の番組に参加されて。久しぶりにめちゃめちゃあの拝聴してて楽しかったですね。はい、まああの僕としてはね、そのやっぱりそのまあ和の精神を伝えていくってすごい大事なことだなって思っていて、僕自身もライフワークの一つだっていうふうに捉えてるんですけど、まあそんな中から、まあ、宮本さんにね、あのやっぱり直に僕ね皆さんにね宮本さんの話聞いてほしいなってすごく思っていて、はい、あのまあ、そのためにはある意味そのワープロジェクトの催事にねちょっと顔を出していただいたりすると、まあ、宮本さん来られてることもありますからね、まあ、できれば本当に宮本さん の直の話を、ね聞いてみていただきたいなと思うので、これからもまた番組をお呼びさせていただきますんでよろしくお願いします。はい、とりあえずあの僕ら今日は今からちょっとね、はい、あの瞬間的でそれぞれの場所に行かないと間に合わないので、はい、頑張っていきたいと思います。はい、はい、ということで今日、建国記念の日の、特集でございました。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、ということでまた来週。さよなら。